2012ファイナルストリートファイター3サードストライク決勝戦レディーファイト。先頭は黒田尾の対アイクダットリー。さあダットリー最後に残りました。ダットリーです。ピザストリーム黒人が敗れ、その爆発力を見せてほしい。もちろんオロもここまで来たのは初めてでしょう。レバー前で大バッチ先手を取っていくアイクダットリー。さあ向こう側もあります。先ほどね、オルクのシンディがオロに対してお手本のような対応の仕方を見せてくれましたけれども、アイクはその動き、おっとナイキックダッキングコークスタートターゲット。さあ空中から混合しようとする黒田オロ、それに対してアイクどのように対応するか。あ中盤からショースイングロー、うまい、狙いすましたしゃがみ中、そこからのコーク、ゴー前で大パンチ、カニパンからアッパーです。地面に足をつけてオロに対応しようというそういう動きに見えます。逆バンク取れました。あこれはコークのミスか。もう一回入る、もう一回狙う、イエスの逆バンクで挟んでいく、叩き落として これは決まった。さあダメ足スタート、中盤アイクダットリー2本練習。先ほどの、ね、ピエロの現実心の動きが乗り移ってたのような素晴らしい動き。そして出てくるはボスユンです。黒田の彼女募集中、中堅ボスユン。対するは先鋒アイク。さあ精神集中します。アイクダットリー先方対中堅、グラップまずは静かに様子を伺う。クラスセッション最初に触っていったのはボスユン。小判だけドラゲージ順当に巻き込んでいった。さあこのダメージ連続はまだこのダメージです。ジェット大キックはショースティングルを見せる。向こうが中大大メキラリッシュガードしていましたが、これは納得の削り負け。おっと、ペンギンではありませんね。ペンギンがやってきましたでしょうか。カイマゲージンクルフルアイクダットリー、しっかりこれですね。先ほどから中間ダッキングのフォークが目立っています。狙いすました割り込み、職人技ですアイクダットリー。さあ攻撃職人には入らない。投げていくのはボスユン、上がっている。やっフォークは消えていません。あのダッキングアッパー出してきた。正面から狙ってきます。鉄板号から前進、これはどうか落としている。ダッキングアッパー一発もヒット、あーいいですセット。思い切って出していきましたがアイクダットリー。しかし黒田オロを倒し先方の役目は果たしたんじゃないでしょうか。そして中堅出てくるは現実神ピエロ。準決勝での立役者現実神ピエロ。さあその勢いをまだ掴んでいるでしょうか。奈良に対する愛、それでここまで強くなれるんだそう言ってくれた現実神。それを粉みじんにするかのようなボス的な動き、そんなものは関係ないと、そんな意思が聞こえてきそうです。第1週前出しに追加手術が進みます。3週間2発ゲストの鉄さん、
最後は割り切って出していったボス。さあ棒出しから金谷が詰められました。島根中間からグルドさあ芸者発動しています。レッショーです。投げていく。もう一回投げ。オンフィリック。上段ターゲットから。何事もなかったかのようにボスユンが日本練習。さあ超厳密組後がなくなった状態で元気アレックス。対象として出てきます。中堅が大将になります。ボスが中堅、元気が大将。開幕、いきなりペースを掴んでいった元気アレックス。うまいですね。思い切った、割り切ったブロッキング。そしてボスもスタブロー割り切って取っていく。3ビート下が前方転身です。締めは入りません。投げていく。以上です。コンスカリアン大足です。そして投げる。さあ画面端伸ばさない。中大大ブーメランレイドブロッキングしている。3発目はブロレズ。さあゲージ開幕です。それに対して、ああうまいですね。大フラッシュショットから ES のスラッシュエルボー。もう割り切って逆にダメージを奪っていったショーパーターゲットからレッショーです。中足のスロー。さあここでもう一回ゲージ。なんという回転の速さ。ボスユンレッドを回収したら跳ね上げていく。レッドアレックス体力はほぼ並ばれた。若干振り。さあどうする。ゲージもう一回投げていく。大フラ下からのイエススラッシュでも絶勝。エアリーク素晴らしい勢いです。元気アレックスたまらず出てきました。黒田の彼女募集中大将 MOV チュンリー。あ大将戦までもつれ込みました。超厳密組ハイスクルは黒田の彼女募集中。この試合で決まります。さあ決勝、そして大将戦元気アレックス対 MOV チュンリー。開幕です。投げていく。まっすぐ手を取ったのは黒の、MOV 大足先ほどのね、大抜きとの、火花が出るような豪華な対決、それを制した MOV チュンリー。しかし元気もボスユンが振り勢いに乗っています。まだ分かりませんよ。全然あります。さあチュンリーのゲージが溜まって、クロスショップブロッキング投げていく。ここからは慎重な動きになるアレックス。ここを見せる、ですね。ブロッキング。それからマッキンたちが行ったら攻撃戦です。最後前ダッシュしたところ、発見が刺さって1本目は MOV 勝利の味を最も多く知る男 MOV。その記録をまたさらに一つ伸ばしてしまうんでしょうか。それとも勝利に対する渇望が元気アレックスを突き動かすか。どちらだ。レイド入っている。いい割り切り方です。バック林キープ。魂のブーメランレイド。ファイナルラウンド、相手を笑ってもファイナルラウンドです。ゲージは十分、手出しからおよせ、先手は今多い。ダメ端よくガードした、大パンチ前に行く。
スタンピート、キープ、中足から泳ぐぜ。